にちは、ヤンバーズ小林です。今回はバーンと見ていただいたら分かるかなと思うんですけども、 Z125 Pro ですよね。しかもね、このカラーリングも見ていただければ分かるんかな、分かる人は分かると思うんですけど、2021年式ですね。もう2021年に販売されたカラーリングなんですよ。でね、そして何がすごいって、これ超ライトカスタム車です。程よくなんですけど、バックステップね、ステップ買ってて、まあ3ポジションキットで、まあ自分の好きなところにポジショニングができるステップになっておりまして、そしてダブル R のねマフラーついてましてね、サブコン入ってね、リリーフバルブとかも入ってね、ざっくり部品代だけで合計16万ぐらいしました。はい。でね、まあそれもすごい、それもライトカスタムですごいなっていうところ、差がないですから、ほんま1年ぐらいですよ、おーっていうような車両ですから、まあ単純に言うとね、やっぱりね、綺麗、めちゃめちゃ綺麗、そんな綺麗な車両ね、チェックしていこうと思いますんでね、気になった方はですね、切らずにご覧になっていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まずハンドマリが説明していこうかなと思います。はい、いかがでしょうかね。まあ年式が年式なだけあってですね、距離も走行距離がね短いっていうことだけあってですね、めちゃめちゃ綺麗です。本当に綺麗ね、ほんまにもうビカビカな車両で間違いないなと思っておりますんでね、もういろいろ細かいところまでご確認いただければなと思います。はい、ハンドル周りもちろんなんですけど、ほんま綺麗ですよ。プラスチック周りももちろん綺麗です。まあ年式が年式なだけ当たり前かなと思います。そして、ご覧になっていただければと思うんですけど、走行距離がですね523キロとなっております。まだまだ全然走っておりませんね。そんな車両を探してた、新車買ってちょっとカスタムしよう思ってたっていう方はですね、ぜひご検討ください、よろしくお願いします。はいね、まあ、もちろんなんですけどね、まあ多少ね、中古車っていうのはあるかもしれないんで、多少の小傷等それはあるかもしれませんが、しかしめちゃめちゃ綺麗ね、本当に綺麗ですね。本当にね、フロントタイヤも十分残ってます。フロントのブレーキパッドも十分残ってるのでね、まだまだご安心していただけるところで、そのまま乗っていただいても全然問題ございません。まあもう本当にね、じわじわじろじろ見てほしいなと思うのは、本当にこの綺麗さですよね。もうまだまだね、やっぱり艶やかでね、本当にね、こんなあの僕説明するの必要ないんじゃないかなって思うぐらい本当に綺麗ですね。いろんなところ、細かいところを覗いていっていただければと思いますけども、本当に綺麗ね、もうご覧になってくださいね、よろしくお願いします。そしてね、まあタンクの中にもね、言うこともないと思うんですよ、名刺的にね。はい、基本的に綺麗です、よろしくお願いいたします。はい、そしてね、その次にね、ちょっと内部とかもね、奥まったところとかもね、ご覧になっていただければなと思うんですけども、はいね、先ほどちらっと見えてました、あね、エアクリーナー変わっております。はい、そしてね、まあ、エンジン、基本的にはノーマルなんですけども、おマフラーもね、オーバー、オーバーです、すみません、ダブル R のオーマフラーが入っております。こちらね、検索するとですね、もうチタンしかないという、高級な一品になっておりますね。本当に生かした、結構高いマフラーになっておりましたね。なかなかいいもんついてるんじゃないですか。そしてステップですよ、見てください、ストライカーと書いております。そしてね、3ポジションも可能みたいなんで、穴が若干開いているのがね、よく見れば分かる通りにですね、ポジショニングの変更等が可能なようです、よろしくお願いいたします。はい、さすが内側、ね、エンジンの後ろ側とかもね、ご覧になっていただければなとは思うんですけども、いかがでしょうか。そしてシートをですね、シートなんですけども、基本的に大きな破れ等なく、やれ等なく、綺麗、めちゃめちゃ綺麗です。はい、そしてね、シートの中身にご覧になっていただければと思うんですけども、はい、
こちらになっておりまして、まあ、シートの中身もね、基本的にまあね、綺麗です、当たり前なんですけど、はい、そしてね、こちら、ご覧になっていただければ分かるんですけども、エニグマ製のですね、サブコンピューター入っておりましてですね、こちらね、当店ではやってないんですけども、ね、基本的に、スマホで連動させてですね、セッティングが変更できるというものになっている。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、リア周りご覧になっていただければと思うんですけども、いかがですか。ほんも至るところ全部絶対的に綺麗です。本当にね、まあまあ本当に距離も距離、年式も年式、ねっていうところがありますんでね、もう基本的に極上車じゃないですかね、これはね。はい、よろしくお願いします。めっちゃ綺麗ですよ。ほんもほんまに綺麗です。よろしくお願いします。まあ500キロしか走ってないからタイヤね、まだね筋が残ってるぐらいなんでね、ほんとおね、なかなかのね、出物だと思いますんでね、チェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、そして反対回りになるわけなんですけども、はい、いかがですか。まあ綺麗ですよね、めちゃめちゃ汚いところ、気になるところっていうのはね、特にございませんでした。まあ新車ではございませんので、まあこんなもうほんまかすり傷が気になるんやみたいな、そういったことを言われたらもうどうすることもできないですけどもね、ただそんな傷ないんですけどみたいなね、そういう風にもう私は思っております。もうね、こんな極上車ねないですよ。で、先ほどもちょっと言いましたけど、リリーフバルブですね、こちらついておりますね。なのでエンジンブレーキの効く具合がね、スタンダードとは違うというものになっております。はいね、本当にエンジン周りも綺麗でしょね。もう基本的にね、500キロっていうだけあってほぼ乗ってなかったんだなっていうのはね、もう一目瞭然だと思います。まあ500キロやからね、もう500キロなんて1日でも乗ろうと思って乗れますからね。はい、それぐらいね、上質な車両になっておりますので、 Z125 を探してた、いいもん探してた、カスタムされてんのを探してたっていう方はね、ぜひぜひこちらの車両をご検討してください。よろしくお願いいたします。はいね、なかなかないですよ、こんな出物ね、ほんまない。もういいもん車両ね、 Z125 ね、新車も買おうかなとかいろいろね、あると考えてる方もいると思います。ただね、今新車頼んでもね、なかなか手に入らないのまだ続いております。今言うたから今手に入るっていうのはね、まあ5年とか6年前であれば結構あったんですよ。お店に行って、ね、あ、このバイク欲しいからこのバイクちょうだいっていうことができたんです。でその場で買って持って帰ることはできないですよ、バイクなんで。ただね、それぐらい今このバイク欲しいなと思ってて店行ったらあるっていうのがあったんですけども、最近なかなかね店頭に在庫がないみたいなところが続いておりますんでね、まあ、こちらね中古車屋になりますけどもね、カスタムされてね低走行距離だね、車両がこちらにございますので、ご検討ください。よろしくお願いします。そして、今その次にですね、エンジンかけたいなと思います。基本的に気になるような、はい、異音とかね、悪縁とか吹いておりませんのでね、まあご安心いただければと思いますよ。まあ距離なだけに、まあそんなね嫌なになるような要素はもうないかなと思います。はい、もうめちゃめちゃ清楚でね、もうこれからガッツリ走れるねっていうぐらいのエンジンになっておりますのでね、ご安心ください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、その次にこちらの車両をまたがっていきたいなと思うんですけども、まあね、正直ね、足つき性とかこの車両についてあんまり気になる方はいらっしゃらないのかなと思うんですけども、一応説明だけね、すいませんけどさせてください。私の身長が 172cm になります。 172cm の私が乗るとこんな感じになっておりまして、まあね、はっきり言います、両足ともぴったりについております地面にね。で、そしてですよ、ね、若干もう膝がね、若干なんですけどね、立ってたらこんな感じなんですけど、まあ座ってるとこんな感じで曲がる具合になりますんで、まあ基本的にコンパクトな車体になりますんで、まあ足つきについてはそんな気にならないのかなと思います。まあ身長がね、極端に 150cm ぐらい、だったりするとですね、まあもちろんつま先立ちになるかなと思うんですけども、車体がむちゃむちゃ軽いんで、まあ片足しかつけへんかったとしても軽さ的に何も気にする人はいてないのかなとは思います。はい、でね、まあほんまね、先ほども申し上げましたけど、バックステップがついておりまして、まあ足乗せてるとこんな感じですね。はい、でね、まあ、はっきり言うとね、そんな辛いバックステップじゃないんですよね。まあ極端な話ね、まあ
ここのね、足の土踏まずのところがね、ステップのところにあって、こんな感じになると結構ね、辛くはなるんですよ。もうね、もう足だけバックしてて、ハンドルだけアップハンみたいな感じで辛くなるんですけど、まあ言うて、バックステップや言うても、なかなかね、そんなにバックな位置ではないので、そんなに苦しくないです。はい、全然、もう楽なポジショニングかなと僕は思います。はい、でやっぱり重心に比べたらね、それだけ、ちょっと後ろに下がってる上がってるっていうのがありますんで、まあそれで言うと、まあね、ちょっとしたこうね、峠道とかに行く時とかは逆に安心なのかなと思うような作りになっているかなと思います。はい、ね、もういかが、もうどうですか、もうね、やっぱり小回り聞いてなんか楽しいんやろうなとか思います。まあちょっとしたね、時間できたりしたら、まあちょっと近くのね、山とかに行ってね、楽しめるような車両になってるなっていうのはもうね、本当にね、もう見ててまたがっててね、もう伝わってくるなっていうのがあるんですけど、まあ本当にね、楽しい週末というのがね、もうなんか迎えれるんかなという感じで、まあもちろん通勤号としてのもありやと思いますよ。通勤号としてもありやと思いますけど、ただね、まあちょっとね、こう休みの日とかにこう気分がてらブーンってこうね、楽しくね、ツーリングできるようなバイクになってるんじゃないかなと思います。はい、まあほんまにね、もうまあ個人的になんですけど、Z125 かっこよくないですかね。もう僕は思うんですよ、個人的になんですけど、この車体って結構なんかこうショゲーって感じでしょ。もうなんかね、まあやっぱりこうホンダにはないようなスタイルが、まあこのバイクには詰まってるよなっていうところがあります。まあうちの方で Z125 何台か、まあもちろん漏らさせてもらったことあるんですけどもね、やっぱりね、このカラーリングがなんか僕の中で特徴的やなっていうところがありまして、まあね、このもう2021年しかないカラーリングっていうのがね、もう僕の中でおおええやんとか思ってしまうところなんですよね。もうそんな車両を探してたっていう方はぜひね、この車両ご検討ください。よろしくお願いします。ということで今回は Z125 ライトカスタム車をご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。